来たる5月6日、スーパーバンタム級4団体統一王者、モンスター、井上尚弥選手との大一番を迎える、悪童、ルイス、ネリ選手、日に日にその熱気が上昇する中、2021年にネリ選手を倒した、ブランドン、フィゲロア選手も、先日この一戦について言及しました。そこでは、悪童に向けて、衝撃の一言が飛び出したといいます。というわけで今回は、井上 VS ネリに対してフィゲロア選手が、放った言葉たちをご紹介していきましょう。ぜひ最後までお付き合いくださいね。35勝1敗という戦績のネリ選手ですが、唯一の黒星の相手が、元 WBA、WBC スーパーバンタム級チャンプのメキシカン、フィゲロア選手です。2021年5月15日、WBA タイトルを保持していたフィゲロア選手は、WBC 王者ネリ選手との統一戦に臨みました。試合が始まると、173センチと長身のフィゲロア選手に対し、165センチと小柄なネリはプレッシャーをかけていきます。序盤は近距離で小回りが利くネリ選手がペースを握り、距離を詰めて大振りなパンチを振り回しました。フィゲロア選手はペースを変えようと、時折サウスポースタイルに切り替え、打ち合いに応じ始め、近距離でボディをはたき、ネリ選手の突進を止めにかかりました。中盤になると、さらに試合がヒートアップ、ラウンド開始直後から激しい打ち合いが続きます。接近戦が強いネリ選手もフィゲロア選手のプレッシャーに押され、クリンチに逃げる場面が目立つように、分が悪くなったネリ選手は、さらにフットワークで逃げようとするものの、フィゲロア選手はパンチを被弾しても、構わずにプレッシャーを強めていき、ネリ選手が追い詰める序盤とは逆の展開になりました。打ち返してはいるもののネリ選手は苦しい状況が続き、次第に消耗していっているのが、表情からもわかるようになります。そして、迎えた7ラウンド、フィゲロア選手のオーバーハンドの左が入り、ネリ選手が交代、打ち合いの中、良いタイミングで、フィゲロア選手のボディが入り、ネリ選手はその場に崩れ去りました。ネリ選手は立ち上がれず、レフリーが試合をストップ。フィゲロア選手が7ラウンド TKO 勝ちで、WBA 王座防衛と WBC タイトルを獲得したのでした。しかし、半年後、WBO チャンピオンだった、スティーブン、フルトン戦でキャリア初の判定負け、スコアは112対116が2名。残る1人は114対114でした。この日のフィゲロア選手に、ネリ戦ほどのキレはなく、身長で4センチ、リーチで5センチ上回る、体格を全く活かせず、初回から WBO 王者にジャブで差し負けていました。何度もスイッチしたものの、有効策ではなかったようでした。その後、増量したフィゲロア選手は、WBC フェザー級タイトルについたことのある、マーク、マグサヨ選手との WBC 暫定空位決定戦で完勝、そして5月4日には、暫定王座の初防衛戦として、元 WBO 世界スーパーバンタム級王者、ジェシー・マグダレノ戦を迎えることになっています。先日行われたバーチャル会見で、フィゲロア選手は次のように語りました。このような機会をもらえて、とても光栄だ。俺はベストを尽くすべく、準備中だ。今は、自分を律してハードワークを重ねるだけ、勝つために必要なことは何でもやっている。集中力を切らさずにね、どちらが、より飢えているのかがかりになる。与えられたチャンスを手にしなければ、俺が接近戦にアドバンテージを持っていることは、誰もが知っているような、ジャッジに好印象を与えるように、あらゆる手を使う。勝つために、やるだけのことをしなきゃな、火花が散る一戦になるだろう。俺は WBC フェザー級チャンピオンのレイ・バルガス戦を希望しており、対戦の機会を我慢強く待っていた。戦いたくてうずうずしているんだ。トップレベルの男たちと戦いたい。バルガスが今年中に応じるなら、そうしたい。もし実現しないなら、スティーブン・フルトンと再戦したい。私はいつだって、ファイト・オブ・ザ・イヤー候補でいたい。ジェシーが世界王座についたことには理由がある。彼は最高のメンバーと共にキャリアを重ねてきた。現時点で、ボクシング好きが期待するベストな相手だよ。5月4日の会場はメキシコ行は、これ以上ない雰囲気になるだろうし、ファンが俺をサポートしてくれることは間違いない。そんなフィゲロア選手ですが、自身の試合の2日後に設定されているビッグファイト、東京ドームでの井上 VS ネリに対し、どのような見解を持っているのでしょうか。とあるアメリカメディアのインタビューに応じた彼は、その場で、もしあなたが WBC フェザー級王者になったら、井上との試合が期待されていますね。これに関してどう思いますか?と水を向けられたと言います。これにフィゲロア選手は、それは確実にやってみたい試合ですね。僕のドリームマッチですよ。リングで彼と向き合いたい。ネリに勝った後、僕は日本のファンもかなり増えた。ネリを倒した後、日本でパレードしようなんて話もしてくれたんですよ。僕も日本のカルチャーが好きで、アニメでも何でも、あと日本といえば侍も象徴ですよね。それってメキシコと似てるんです。僕たちの国にも選手の伝統があるから、そういうところがあるから本当に日本の文化が好きなんです。だから、井上との試合は決まるような予感はしています。5月4日の試合が終わって、順調にいけば、ビッグファイトは望むところです。と返答。加えて、あなたは非常にタフですが、それは井上にも通用すると思いますか?と尋ねられると、それはわからないな。まずどんなものか見て感じてみないと、わからないんじゃないですかね。スタイルもかなり違いますし、リングに上がってお互い確かめないとね。
都謙虚かつ正直に答えました。さらに、試合は戦争になります。井上をとてもリスペクトしてますし、彼がやってきたことを思うと、素晴らしい選手です。もうすぐネリとやりますよね、と話すと、インタビュアーが、ネイは、井上は過大評価されていると言っています、とコメント。するとフィゲロア選手は、知ってますよ、彼は僕とやるときも同じようなことを言ってきて、でも結果はあのようになった。だから何も言わずに試合に備え、相手に敬意を払う。その方が良いことだってありますよ。彼の過大評価発言はリスペクト動向とは別の話だってことはわかりますが、リングに上がったら敬意を示さないとダメ。相手を怒らせてしまうかもしれませんからね。そうなるとまた自分も怒る。それにまた相手が言い返して終わらないんです。だから軽率な行動は慎むべきで、真剣に謙虚にやる方がいい。自分のパフォーマンスにイチャモンつけられたら誰だって嫌でしょう、と発言。ネリ選手が行う過度な挑発に苦言を呈していました。対戦相手には紳士的な態度で振る舞うべきというスタンスのフィゲロア選手、顔も心もイケメンなボクサーですよね。現にアメリカ専門メディアボクシングシーンによるインタビューを受けたネリ選手は、井上は非常に優れたファイターで、これは私のキャリアの中で最大の試合だ、4つのタイトルがかかっている、と意気込みを示していたものの、スペイン語の通訳を介したというその後の発言で、彼の試合を見てきたが、彼は過大評価されていると思う。彼は普通のファイターだと思う。少なくとも私にはそう見える。KO をしに行く。私が見る限りスピードがあって、賢い、パワーもある。だが、パンチを打つときに隙ができる。その時こそ私の出番だ。彼に勝てば今年一番の番狂わせになるかもしれない、などと話したそう。また、井上選手が昨年12月に戦った、マーロン。タパレス戦について、タパレスは B 級ファイターだ、私にとって彼は上手くなく10ラウンドも続いて状況を困難にさせたとし、昨年7月のスティーブン・フルトン戦についても、フルトンは井上のキャリアの中で最高の勝利だろうが、フルトンはそれほど多くのパンチを打たなかった、彼は怖がったと分析。その一方、ネリは自身への批判が渦巻く敵地で戦うことについて、私にとっては何よりもその方が穏やかだ、私は王者ではないし無敗ではない、勝っても負けても問題はないとした上で、彼にはリスクがある、再戦条項はない、それは彼が自信過剰だからだ、彼は楽勝と思っているが意外な出来事が起きることになる、彼がこの戦いを受け入れたのは間違いだろう、後悔するだろうと語りました。日本ボクシングコミッションから活動停止処分を課されたことについても全く気にしていないと一周、2月に JBC が資格回復を認めたことには、向こうは俺が名をやいの上と戦うと儲かると踏んだ、だから試合の禁止処分を解除したんだろう。井上はこの試合を個人的に捉えているかもしれない。だから、彼が何をしようが、考えようが関係ない。終わったことは終わったことであり、それを歴史から消すことができないからだ。と言いたい放題だったと言います。さらに試合展開にも言及し、自らのボクシングを貫くとしたネリ選手は、私は前に出るのが好き、パンチを打つのが好き、12ラウンド戦う準備はできている。でも12ラウンドに行かないことを祈る。早く終わってほしい。コンディションが整い、より強く、より速く、より賢く、ハードな打撃を繰り出すネリの姿を見せられる、と自信を示したのでした。現在は母国メキシコではなく、アメリカで徹底した体重管理をしながら、最終調整している。アクド、井上選手が所属する大橋ジムの大橋秀幸会長によると、WBC による1ヶ月前計量では 58.7 キロだったそう。今のところ、体重超過の不安は少ないと言えますが、コンディションが良いこと、証明するかのようにネリ選手は、どのパンチ、どのラウンドかはわからないが、試合は間違いなく KO で終わるだろう。19年の試合でドネアが井上を殴って怪我をさせた。私はドネアよりも若いので、井上に重圧をかけることはできるだろう。と井上選手に競り勝つ手応えも示しました。加えて、私は最近の試合で、より集中力を高めてきた。そして、あなたもそれを見ていただろう。物事は順調に進んでいる。と語った上で、私が理解しているように、すべてが計画通りに行けば、ムロジョン、アフマダリエフとの試合が行われる可能性がある。と明言します。おそらくは井上選手に勝利することを前提にしたマッチメイク構想と見られていますが、その上でネリ選手は、アフマダリエフ戦が最後の試合になるだろう。私なら引退するだろう。今の人生において、ボクシングはとても退屈だ。と、井上戦を含めて残り2試合で、ボクサー生活を終える可能性があることを打ち明けたのでした。また、母国メディア、イズキエルドのインタビューでは、井上はパウンド・フォー・パウンドで、多くの人からナンバーワンと考えられている。最大の功績になると鼻息を荒くしたそう。無論世界が熱視線を向ける大舞台であっさりと負けるつもりはないネリ選手、下馬評では井上選手有利の声が圧倒的ですが、もちろん何が問題かは理解している、俺たちはそれに対してうまく取り組んでいると自信をみなぎらせる
悪道は続けざまにこう言い放っています。俺は賢くなるつもりだ。撃たなきゃいけない時に撃って、逃げなければいけない時には逃げる。そしてボクシングしないといけない時はボクシングするつもりだ。正直に言うと、日本で勝つにはどうすればいいかを考えている。日本だから KO をしなければ試合を盗まれてしまうんだ。王者の本拠地に乗り込むネリ選手は、判定に持ち込まれれば井上ひいきのジャッジが下される可能性が高いと論じたのです。実際井上選手に対するひいきの事実はないわけですが、そうしたメンタルで臨むというのは当然の心づもりと言えるかもしれません。さらにネリ選手は、井上は慎重に試合へ臨むだろう、だからどんな試合になろうと全力を尽くすつもりだ、試合は衝撃的なものになるさと断言。俺はしっかりとボクシングをして自分の素晴らしいスタイルを見せながらいい試合をしたいと考えている。だがこの試合は血にまみれたもので、激しく強く暴力的な KO に値する展開になると思う。少なくとも俺は KO をしに行く。井上選手に対して挑発的な KO 宣言をし、心理戦を仕掛けてきている感もあるネリ選手。やはりメキシコの悪道の異名を持つ男はただで試合には臨まないと見られています。そんな一大ミッションに臨むネリ選手の荒々しい発言には、母国メディアも熱視線を向けている様子。メキシコのスポーツ専門サイトメディオティンプは、キファナ出身の男は失うものは何もないと確信していると指摘。運命を他人任せにするのではなく、ハイレベルな準備を進めていると悪道の好調ぶりに注目します。さらに井上は、パウンド・フォー・パウンドの最高だな、ネリにとっては単なる選手の一人に過ぎないとした。同メディアは、ネリ選手が前回日本で試合を行った2018年の山中慎介戦を振り返り、彼は再び日本を沈黙させようとしていると期待を寄せました。パンテーラは、彼の特徴であるタフなスタイルを見せることを約束し、東京ドームで井上を苦しめるだろう。敵地である日本に乗り込むネイは、結果をジャッジに委ねないようにノックアウトを目指す任務を果たそうとしている。メキシコでも話題沸騰となっているネリ選手、そのパフォーマンスにはここからさらなる注目を集めそうですよね。一方、井上選手はいろんな意味で荒々しいネリ選手に対し、攻撃面に目が行きがちですけど、打たれ強さもあるし、荒々しいボクシングの中でのディフェンス、細かいうまさがある。対峙した時の空間の使い方もうまいと思う。ボディが弱点とみんな言っているが、あのタイミングで食らったら誰でも倒れる、自分はそこまでボディに対して意識はしていないなどと警戒。また試合巧者となるネリ選手に対してキーポイントに挙げるのが距離感だという井上選手。自分のボクシングの距離感をしっかり当てはめ、あと接近戦でも距離を取っても戦える準備をしていると強調しました。さらにネリ選手とのスピード差にも警戒しているようで、井上選手は、スピードがない、あのスピードのなさが自分のボクシングにどうずれを生じていくか、スローに打ってくる選手はタイミングがつかみづらかったりする、そこを試合当日確かめたいところと頷いていました。加えてKO をするまでに10ラウンドかかった前線のタパレス戦を引き合いに出し、驚く結果、タパレス戦より期待できる、どっちに転んでも入れることで本当にハラハラした試合ができる、何ラウンドかわからないけどどのパンチでも倒せるように準備している、そうなるべく仕上げてます、察知力が発揮できれば決着は早いかもしれないと自信に満ちた口調で、スリリングな戦いになることを予想しました。大橋会長も、ネリは相手を倒しに来る、距離を取るわけじゃない、今までの相手だとどね合いがいにいないと強調し、危険な相手と警戒。出だしこそが注目だという会長は、日本ボクシング史上最高に緊張感のある1ラウンドになると思います、ネリが出てきて井上が迎え撃つことになるのでは、井上本人の感覚でそこで勝負に出るかもしれないし、かわすかもしれない、井上が本領発揮できる相手です、その分怖いですが面白いですよとしています。ネリ選手が攻撃的に出てくれば出てくるほど、モンスターの一撃が炸裂する可能性は高いでしょう。普通のボクサーは試合序盤に相手との間合いを測ったり、狙い目を探したり、情報を得るため慎重に時間を使います。井上選手も大事にしているのは初回と2回の出だしと情報収集しますが、この精度がとてつもなく高く、早いからこそ70秒 KO など異次元の試合を演じてきたのです。これは普段のスパーリングから磨かれているといい、国内外から招聘したタイプの異なる相手と対峙したとき、次戦の相手よりも目の前の相手をどう攻略するか意識しているそう。父、慎吾トレーナーもいろんな選手とやっているので、直也の見切りは早いと証言しています。さらに井上陣営は大一番に3も黒い生地に白文字が入った工業用 T シャツを作成、白文字の中に描かれた絵はネリ選手の異名パンテーラに対抗したホワイトタイガーをイメージだそう。しかし井上選手は、でも周りにはゼブラって言われる、シマウマじゃなくてホワイトタイガーですと苦笑いし、大橋会長にもシマウマじゃ食われちゃうよと突っ込まれていました。ご存知の通り、ネリ選手は体重超過やドーピング歴があるため、大橋会長は不測の事態に備えて異例のリザーバーを用意。第1試合でスーパーバンタム級8回戦が行われ、元 IBF 世界同級王者 DJ
ドヘニー選手がブリル・バヨゴス選手と対戦します。井上 VS ネリで欠場者が出た場合、ドヘニー選手がもう片方の選手と戦う予定だといいます。井上選手は世界2人目の2階級4団体統一を果たしましたが、バンタム級では防衛することなく返上。4団体防衛戦は今回が初めてです。長く歩くことが想定される東京ドームの入場については、意味合いが深い。4つのベルトを持って入場するシーンを日本の方に見せられる一つの見てほしいシーンです。どのパンチでも倒せるように準備している。そうなるべく仕上げています。5万人近い声援はかなりプラスに働く。その声援をもとにとてつもない試合をしたいと意気込んでいます。またこの井上 VS ネリの大一番の勝者には WBC のダイヤモンドベルトが授与されることが同団体より発表になりました。階級で最も優れた精鋭ボクサーを評価することを目的とするベルトがかけられることで、大注目の一戦は5本のベルトを争うビッグファイトとなります。アメリカスポーツサイトエッセンシャルスポーツでも井上 VS ネリについての特集記事を配信。 WBC ダイヤモンドベルトがかかる一戦となったことを報じながら、タイトルダッシュに臨むネリの意気込みやトップランク者のボブ・アラム会長の試合への見解などを紹介。その中でネリは日本でモンスターこと直哉井上と12ラウンドを戦い抜けば判定は井上に軍配が上がると考えている。そのためネリはノックアウトを狙っていると綴っており、井上は体的に小さなファイターで他の選手と同じように普通のファイター、もし彼に勝てば今年一番の番狂わせになるかもしれないと挑戦者が語ったコメントを記しています。また同記事はアラム会長によるこの一戦の予想についても言及。アラムはルイス・ネリをタフな挑戦者だと感じていたが、92歳の彼は東京ドームで5万人以上の観客が見守る中、井上が試合に勝つと見込んでいるようだとして、またボブ・アラムは井上を世界最高のファイターと呼んだなどと日本人王者の優位との考えを示していたことも綴っていました。さらにネリ選手のコメントとして、試合は間違いなくノックアウトで終わるだろう、私が彼をノックアウトするか彼が私をノックアウトするかのどちらかだと語ったことも紹介しています。いかがだったでしょうか。今回はフィゲロア選手が井上 VS ネリに放った言葉を中心にご紹介してきました。フェザー級で実現しそうな井上 VS フィゲロア、ネリ戦もそうですが、こちらの対決にも期待したいところですね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。